どうも皆さんこんにちは、アンチノミです。さあ本日なんですが、戦慄のアンチノミというイベントが今来てましてね。で、これ前回の動画でもやりましたけど、この神ゲー、この神ゲースキルね、イベント限定でイベントのライディングデュエルに不動優勢で挑むと、シューティングスター、そしてフォーミュラーシンクロン、そして、スターダストドラゴンがエクストラデッキに追加されますよというクソ神ゲーのイベントなんですよこれ。まあこれ今現状ね、ここでしか使えないカードなんですけども、これを使って今日はですね、究極の、不動優勢デッキでアンチノミに挑んでいきたいというふうに思ってます。このライディングデュエルのね、アンチノミ、これ今ちょっとレベル40なんですけど、これさっきねレベル30に挑んできて、めちゃくちゃやばい動きできたんで、ちょっとこれをねご紹介していきたい。でデッキなんですけど、これまあ需要ないかもしんないけどマジでザ優勢みたいな動きしたくて、今日はですね、セイバースタードラゴン、そして、新閃光竜スターダストクロニクル、そして、さっきあのイベントで限定で使えるって言った、シューティングスタードラゴン、このレベル10のアクセルシンクロモンスターたちを、まあこれアクセルシンクロじゃないけど、アクセルシンクロモンスター2体とこのセイバースターを並べたいというふうに思っております。ものすごい苦労しました、撮影。よかったらね、最後まで見ていってください。それではデュエルスタンバイ、俺は俺の限界を超えてみせる、行くぞアンチノミ。レベル30、まあレベル30でも行くしかないな。アンチノミ、俺の成長を見てくれ。アンチノミ、行くぞアンチノミ。頼む、初手クライムだ。ブルーノ弱え。アンチノミ、俺は俺の限界を超えて戦う。優勢、今の君に私は倒せない。己の限界を超えぬ限りはな。ライディングデュエル、アクセラレーション。シャイクセハンドゴミ弱えけど、ワウルフ、俺のターン、来い、私を倒してみろ。弱すぎる、やばい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 、弱すぎるよ。究極の自己率デッキじゃんこれ。ジャンクシンクロン、くそ、これは普通に殴るしかない。ジャンクシンクロンで攻撃なんだこのなんだこの下級ビート、ジャンクシンクロンビートデッキ。の効果によりデッキからワウルフ以外のモンスター1体を手札に加える。いいだろう。さあ何持ってくれ。ラッシュライノ、いいだろう。ラッシュライノ強いな。ラッシュライノは打点が確か2000になるんだよな。攻撃すべき。カタパルトドラゴン、何を企んでいるんだ。テックジーナスサイバーマジシャン、リミッター解放レベル5、レグレーターオープン、スラスターウォームアップオーケー、アップリンクオールクリア、ゴーシンクロ召喚。やばい、図書館だ、図書館だ。カモン、テックジーナスハイパーライブラリアン。うわ、図書館来た、きつい。テックジーナスハイパーライブラリアンで攻撃。きつい、返せんのこれ俺。よし、プレイヤーにダイレクトアタック。どうしたらいいんだ。やばい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 。ターンエンド、どうした、ふらついているぞ。バレました、俺は今フラフラです。俺のターン、いやまだスキル使えないしな。クリアビクターやっときた、遅えよ。死ぬかこれ、やばい、死ぬぞ、死ぬな。あ、待って、これ壁出ししといた方がいいなこれが俺とカードとの絆だ。スピードスペル、クリアマインド。俺はエクストラデッキから壁モンスターフォーミュラーシンクロンを特殊召喚。ターン終了するぜ。諦めない、そう俺は諦めない。ターンエンド、その程度の戦力が通用すると思っているのか。いや思ってないっす、私のターン。全く持って思ってないです。やばいやばいやばい、何これ、バトルだ。あぶねーあぶねー、よかった。あ、死なない死なない死なない、あぶねー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 あぶないよ。惜しいだろう。自分の限界を超えてみせる、俺のターン。ドロー、あー魔法カードめっちゃくるな。チューナーモンスタージャンクシンクロン、そしてジャンクシンクロンの効果発動。ジャンクシンクロンのモンスター効果、墓地のフォーミュラーシンクロンを特殊召喚。シンクロチューナー、
フォーミュラシンクロン。よし、そしてレベル2クリアエフェクターに、レベル3ジャンクシンクロンをチューニング。星が新たな力を呼び起こす、光さす道となれ、シンクロ召喚。行くぞアンチノミ。このモンスターはな、フィールド上のレベル2のモンスターの攻撃力分、自分の攻撃力をアップさせるぜ。ジャンクウォーリアー、よし、ジャンクウォーリアの攻撃力は自分フィールドのレベル2以下のモンスターの攻撃力分アップする。パワーオンフェロース、さっき言ったモンスター効果発動。さあクリアエフェクターの効果でワンドロー。あ、お前もか。シンクロ召喚が行われた時、つえーハイパーライブラリアン、つえつえライブラリアン、ラッシュオーリア来た。バトルフェイザー、バトルだ。ジャンクオーリアの攻撃、スクラップフィスト。しゃ、ダメージ計算で自分いいっすか。ラッシュオーリアのモンスター効果、よし、これで墓地にラッシュウォーリアが落ちたことによって、次の自分のターン、墓地よりジャンクシンクロも回収できる。ターンエンド、私のターン。さあどうしたアンチノミ、そんなもんか。モンスターを伏せる、そんなもんだな、いいだろう。やるな、ターンエンド。読めていた、ここまではやってくると。本当か、事故に倒していたぞ。どんなカードでも存在する以上必要とされる力がある。スキル発動、エンジェルバトン、2枚ドローして1枚捨てる、あんまり意味がない、今あんまり意味がない。なんでもいいなこれ。 DDR1 枚いらねえわ。そして墓地のラッシュウォーリアーのモンスター効果発動。モンスター効果発動。このモンスターはゲームから除外することによって墓地のシンクロモンスターを回収できる。そしてジャンクシンクロンを召喚。スクラーモンスター、ジャンクシンクロン、行くぞアンチノミ。俺はジャンクウォーリアにレベル3ジャンクシンクロンをチューニング。集いし願いが新たに輝く星となる、光さす道となれ、シンクロ召喚。偽証せよスターダストドラゴン。さらにレベル8スターダストドラゴンに、いやちょっと待って、これパースビューにするわ。パースビューにしてレベル8スターダストドラゴンにレベル2フォーミュラーシンクロンをチューニング。限界を打ち破る境地、クリアマインド。クリアマインド、集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く、光さす道となれ、アクセルシンクロン。将来せよシューティングスタードラゴン。そして俺は手札よりマジックカードシンクロチェンジを発動。魔法カード発動。集いし星の輝きが新たな奇跡を照らし出す、光さす道となれ、シンクロ召喚。そう、これはテスト済み。このカードを使うとシンクロ召喚工事を言ってくれないことはテスト済み。さらに手札よりマジックカードネクロイドシンクロ発動。ネクロイドシンクロ、墓地のレベルを自由に合わせるようにチューナーとモンスターとチューナー以外のモンスターをゲームから除外。フォーミュラシンクロは取っておこうか。ジャンクシンクロン、さらにジャンクウォーリアー、そしてクリアエレクターをゲームから除外し、流れる後に紡がれる全ての思い、絆と共にこの世界を満たさん、アクセルシンクロ。タコアクセルシンクロしていない。高来せよ新鮮交流スターダストクロニクル。さあこれが漫画版のエースカード、スターダストクロニクル。
さらに手札よりマジックカードディファレントディメンションリバイバルを発動。このカードは手札を1枚持ちの送り除外されているモンスターを1体特殊召喚できる。将来せよシューティングスタードラゴン。パンチのみ、これが俺の限界を打ち破る境地。レベル10シンクロモンスター3体盤面、シューティングスターセイバースターそしてクロニクル、見よこの圧倒的盤面、これが今の俺の最高傑作だ。アンチノミ見ているか、アンチノミ、ちょっとなんかアンチノミやってきたな。シューティングスタードラゴンのモンスター効果発動。デッキトップを5枚もめくり、その中のチューナーモンスターの数までこのモンスターは攻撃できる。ちなみにこのデッキにあんまりチューナーは入ってないからあんまり攻撃ができない。いくぞ。これは特に関係ないな。覚悟はいいか、アンチノミ。バトル、いくぞアンチノミ。いや、ブルーのシューティングスタードラゴンの攻撃、スターダストミラージュ。テックチラスマルフィーだろ。シューティングミラージュ、さらにクロニクルの攻撃、モンスターで攻撃する。スターダストクロニクルの効果発動、ソニックガード。無効になってるけど除外はできるんですねこれね。無効になってるんですけど、さあ受けてみろ。セイバースタードラゴンの攻撃、シューティングブラスターソニック、オッケー。セイバースタードラゴンのモンスター効果、このカードをデッキに戻し墓地のスターダストドラゴンを特殊召喚する。シンクロチェンジで出したモンスターは効果が無効になるので定時退社はしない。つまり俺のフィールドにセイバースタードラゴンは残り続ける。見たかアンチノミ、これが究極の終わらない残業地獄、セイバースタードラゴン居残り実習だ。最強だぜ。ちなみに今フィールド上のモンスター3体のうち2体は効果が無効になっているぜ。セイバースタードラゴンとクロニクルは効果が無効になっている。セイバースタードラゴンのモンスター効果、このカードをうるさうるさ、毎回言ってくるのうるさ。ドロー、どうしたアンチノミ、そんなもんかアンチノミ、うるせえなお前は。このカードをデッキ、俺は諦めない。これ出してくんないかな。いやでもさすがに無理か、もうシンクロモンスター出してくんないか。レベル40はね強すぎて勝てなかったんだよね本当に。なるほど、やるな、自分の限界を。勝てなく、もういい、もういい、なんか出してくんなそう。3体なんかセットで出してくるような感じだったらもう殴りに行くしかないか。いやさすがに出してくんないよね、究極場面はできないよねこれ。まあちょっと相手 CPU なんで。モンスター効果、このカードをデッキに戻す。なるほど、俺はやるな、自分の限界を超えてみせる。トロ、まあ無理か、もう殴りに行くしかないか。シューティングスタードラゴンのモンスター効果発動、デッキトップ5枚めくり、チューナーモンスターの数までこのモンスターは攻撃できる。1回だけ攻撃ができるぜ。ちなみにこのモンスターはチューナーモンスターがめくられない場合1回も攻撃ができないんで。トップビューにするか、トップビュー、かっこいいよこの場面。見てよアンチノミ、見てるかアンチノミ、ありがとう。お前の魂は俺が受け継いだ。セイバースタードラゴンのモンスター効果、これうるせえな毎回。このエンドフェイス破壊されたブースターラプトルの、お前の魂は俺が受け継いだ。俺が絶対にゾーンを止めてみせる。諦めない、俺は絶対に諦めない。見てるかアンチノミ、見つけたぞリンクスなりの新たな希望の星たちを。ちょマジでセイバースターうるさ。セイバースターうるさ、ドロー。アンチノミ、シューティングスタードラゴンのモンスター効果、とどめだ。さあめくられないでやばいぞ、めくられてくる最後。よし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 、いくぞアンチノミ、バトルフェイス、バトルだ、くらえ、シューティングブラスターソニック、いけダイレクトアタック、スターダストミラージュ。ユース、見せてもらったよ君の可能性を。必ず超えてみせる。
己の限界を。待っていろゾーン。